ちっちゃい時は僕は要するに戦争があったわけよね。絵の中に出てくるいろんな、その僕の絵の中によく光線とかが出てくるんだけどね。それはアメリカの飛行機がこう、要するに東京の都市をまあ空爆してる時に、日本のその軍隊が、いわゆるサーチライトあるじゃない？それでこう飛行機を照らすわけよ。そういうこう、闇夜の中にこう、光がこうね、天まで届いてるっていう、そのなんか、面白さっていうのかな。だからそれは戦争というものを通して、衝撃っていうのはだから子供ながらにあったから、そういうものが僕の絵の根底にはあるね。僕はね、一番最初にね、ニューヨーク行ったのは1968年なんですよ。で、その1968年っていうのは、アメリカ自体がものすごくこう、大きく変革をしてる時代、たまたま時代だったわけよ。で、僕はその時にアメリカに行って、で、そのアメリカのそのウォーホールなんかのポップアートが台頭してきたのも、大体50年代の末から60年代にかけて、ポップアートがこう、まあ、世界的な、その流れとして美術の中にこう出てきたわけね。そこで僕はだからやっぱりアメリカにすごく影響、アメリカのそのカルチャーにすごい影響を受けたのね。それとあと、いわゆるロックの、いわゆるアシドミュージックっていうその薬をね、媒体としたロックが出てきたよね。要するにストーンズとか、ピンク・フロイドとか、ジェフ・アンソン・エアプレンとか、ジャニス・ジョプリンとかね、そういうのがたくさん出てきて、そのジェファーソン・エアプレインの、まあ、ジャケットなんかも僕はデザインしたりしてたんで、そういう音楽的な影響っていうのはすごくある。ニューヨークでその、要するに実験的な、まあそのウォーホルなんかの映像を見たりして、で、僕もその帰ってきた、もうその年ぐらいから、その、僕自身もそういう映像をもうたくさん作ったりしたわけよね。それまでは僕はいわゆるグラフィックデザインをやってた。だからその映画なんかは、まあいっぱい今でもまあアニメーションっていうのは今でも作ってるけど、そういうものの影響っていうのはやっぱりアメリカのカルチャーからの影響だよね。僕はね、今はやめちゃったんだけど、20年間ぐらいね、夢と記憶、その二つをね、記録するのをずっとやってたわけよ。だから、その夢と記憶っていうのは両方あって、僕の絵の、なんていうのかな、バラエティっていうか、バリエーションっていうか、そういうものはこう膨らんだんじゃないかと思うね。僕はね、もう本当簡単に言ってしまうとね、自分が、見たい、この世に存在しないね、世界、風景、そういうものを、まあ誰でもそうだと思うのね、この世に存在しない、なんかもう一つ別の世界、まあ異世界と言ってもね、そういうものを見たいっていう願望がすごく強いわけよ。自分の絵の世界の中に、自分が見てみたい、そういうものを描きたいわけよ。